はい、というわけで、どうも皆さん、こんばんは、ワトソンでございます。それではね、今週も定期ライブ、SCP 極秘ファイル続きやっていこうと思います。エレベーター、ファイト105-1113に、すぐれ、部屋に入り仕事の連絡を待つ。では、あ、女か。バランスの言う通りしなさい。君の前の机に1枚のアクセサドル、そしてもう一つの出口が、で、取り目が出口だ。パスワードは0426。それから B2465 を探し、パソコンのプログラムを起動しなさい。何マジ闇バイトやん。扉は、0426。1、お通りください。こんな財団なのに4桁パスワードでいいんだな。とりあえず B246 だ。ワイプ。おぉ。監視されてる。見ようか。何何アクセスカードでログイン。認証成功。続行してください。いいボタンですけど、アセクスバンクで、オブジェクトクラス、ユークリッド、ユークリッドか、微妙だな。SCP-246 ってなんだ？あー、コースターか。被験者 D081、本名、ジェイソン・グリアス。D081、作業の時間だ。タバコぐらい吸わせてくれよ。よいしょっと。D081、今度は何をさせるつもりだ？あなたの今日の作業は、最下層の部屋に入ることです。このテーブルには、観察すべきオブジェクトがあります。観察を終えたら、ここに戻ってきて、気づいたことを報告しなさい。わかりましたか？出た、トースター。どうなってんだ？おい、博士、聞こえてんのか？何かの間違いじゃねえのか？おー、俺の観察対象は本当にあったぞ。で、これは何なんだ？一服してから方向に戻るか。タバコは、ああ、いいぞ。あ、戻った。僕は？始めなさい。ああ、テーブルには、俺はトースターだ。ああ、なっちゃったもん。俺はだいたい、幅7インチ、高さ6インチか？あとは、ステンレス製だ。俺をトースターって認識しちゃうんだよな、これ。俺はトースターだ。パンを俺の穴に入れれば、カリッとしたトースターにしたるぜ。いいでしょう。もう部屋にもらって買いません。いいでしょう。俺はさっき何を。えい。て、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 てん。て、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 てん。命には、動力が必要だ。お前にとってはそれがタバコなのかもな。こんなもんやらねえ。充電だ。おぉ。あんだけタバコタバコさえ充電だった。だって俺は、俺はトースターだ。充電しないと動かねえ。うおー、俺はトースターだ。もうトースターだった。早いな。一日だな、これ。でれん。そうだ。これだ。もう充電が待ちきれねえ。いやー。うわー、わーわーわーだよね。感電するよね。うえ。D081 は自分に充電が来たと考え、手製の金属物を電源に挿入し、感電死した。あ、もう終わっちゃった。おー、ドロシー・ウィルソン。充電完了。バクナの下に、やってるやん。下にあるは、拝借したアクセスカード。やっぱり返した方がいいかしら。D08 に作業の時間だ。ああ、もう野球はこれがいいよね。何かあったの？今日の仕事は、またあの秋葉で一日過ごすことない？文句を言う筋じゃないけど、あそこはどうも退屈でね。嵐ばっかり喋ってごめんね。大い先短いから勘弁して。多分なんか、感化されんようにやってんだろうな。D08 にハベルだった。レビューじゃなくて、ドッティって呼んでくれていいのよ。今日の作業は、一番奥の部屋でください。このテーブルには観察すべきオブジェクトがあります。観察を終えたらここに戻ってきて、出たことを報告しなさい。やることは観察。そう、観察よ。あれ？雷かしら？何かとても心地よい声が聞こえたような気がするの。報告を始めなさい。あんまり役立つお話はできないかもしれないけど、いいかしら？報告を始めなさい。ええ、テーブルの上で私はちょうどこれくらいのトースターや、もうなっちゃったわ。末の娘が使っていたのと同じ型番ね。それと、嵐は青緑色で、すごく綺麗な色をしたから、嵐もその色になりたいわ。嵐はまだ多かったわ。他には、これくらいね。あとは分からないわ。観察がもう、すっかり驚いちゃって。ごめんなさいね。いいでしょう。もう部屋に戻って帰りません。ありがとう。そのことも待っていたわ。うっ、うん、てん、うん、て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 ん。いい気分よ、坊や。今の気分は？絶好調。そう、絶好調。何かしないと。何かする？どういう意味だ？嵐は自分の役目を果たさなくっちゃ。嵐は通したよ。仕事しなくっちゃ。なっちゃった。あなたも通したになっちゃった。盗んだアクセスカードがあったわ。パンを食べないと仕事仕事パンパン腹が破裂するぞおばあちゃん。あら、どうしてまだ1円パンが飛べしまいました。やばい、もうパンパンパンだけにパンパン。パンを加工する必要があると考え、急性胃拡張による大出血で死亡した。胃の中に16キロの未消化のパンが見つかった。そんなに食ったんだ。アルムモリア、白人男性、精神病歴はなし、終身刑。起きたな、ラボを向かえ。どこだこれは。俺何しやがった。立件の後、お前は食器用のボトルの洗剤のボトルを飲み干した。ああ、液筒袋じゃねえぞ。くそ、ひでえめまいだ。何かおかしい。朝もネジでも取れたみてえだ。そうだ、これはまるで。
こんな音楽なの。あ、マルタオースター。あ、アイアムタオースター。ああ、俺はすげえ動作だ。2回目か。1回目行けないじゃん。畜生。頭が出て戻った。ここはどこだ。俺は確か頭の中ずっとぐちゃぐちゃだ。アベル博士 D08 さん。で、G 名。実験など何をしたか覚えてますか ?08 さん。あなたはもう一度実験対象を観察してみたいですか。オッケー。俺は金輪際、てめえの音にはしねえ。殺せ殺せ。よく練習もねえ。そう、頭が折れちまいそうだ。ケビン、D08 さんを一室に降ろして継続観察はしないんだ。はい、博士。あらせ、この野郎、クソ知事が。いや、意味わかんねえよ。俺はこのじゃねえ。俺は。あ、はい、トースター。トースターだったんだ。姉ちゃんよ、俺は故障してんだ。故障？まさか今の状態聞いてる。俺は絶対壊れてたよ。もうパンなんか焼けないかもしれねえ。パン？ドライバーあるか？俺の頭の中おかしくなってんだ。M室に行くか？ドア開けろ。修理してんだよ。うお、パンだ。パンに見えたら。いや、開いてみて。壊れてるか確かめてみないと。うらぁ、ぐわ、離せん。お、俺は、本当に故障してるんだ。なんてことなくそう。うらぁ。うらぁ。このためや、つえ。で、ゼロハさん、すべての行動をやめよう。俺はもう、優秀な小熊印の父さんだね。小熊印。俺はもう、仕事をこなせねえ。だが、今すぐ直せばいいのさ。あ、はい、まあ、トースター。おー、腹咲いたー。うわ。続いて自分の腹部を切開し、中にパンくずが詰まっていると発言した。で、08さんは内緒的に出血されて死亡した。多数のリーク職員実験を経た後、財団は426が人類に影響する精神的危害を認定し、情報災害と認定された。以上、SCP-246 安全マニュアルお読み書き、ありがとうございました。確保、収容保護、SCP。あれ？次が最後の選択だ。え？あなたの前に赤と青、夏の扉がある。もしここをやめたいなら、赤の扉から出なさい。この数学のことは夢じゃない？目覚めたら何も覚えてない。それっきりだ。青の扉をやれば、この夢の国に残る。そして私が、このウサギの穴の奥深くまで連れて行ってやろう。あるか？残るか？君が決めるんだ。まあ、俺の選択は決まってるな。普通に見たいから、青ですかね。俺なんか、スタンリー・オブ・パラブルかなんかで見たな。よくやったカール。無事に戻ってきたな。無事に？今まで君は頭の中で知り合いのケースが浮かんでいい？誰かの最初が答えしてこなかったか？それは疑惑ではなく、君の本当の記憶だ。カール、君は死んだのね。メガファイブ部隊の隊員なの。あ、そうなの？私はマリアン・ホイーラー、メガファイブ部隊の隊長だ。俺の隊長？副隊おめでとう。庭師カール。では、エロ方法について話そう。何それ？青の扉選ぶだ。じゃあ、今回はご縁がなかったということで、お邪魔しました。D246。あれこれ行くの俺、もしかして。あー、行くやん。処理されるやん、俺。ごめんなさい、許してください。あー、無理だ、もう。もう無理だ。俺もやられるわ。俺も倒産なっちゃうの？俺も処理されるやん、こんな。何が猿かや。なんとも奇妙な感覚だ。僕はカール。カール・アッサラ。数ヶ月前。僕は、エルガイの代々で卒業の前と合わせたトースターだ。卒業の前だ。この店のパイクじゃない。ヘドをバックスから見てないで。突如、厨房でガス漏れる大爆発が起き、勢いで店から数十メートル先のドアを巻き込む。別の可能性もあるかもしれない。もう確定なのそれ。もう、選ぶしかないな、青の。はい。というわけで、今週はちょっと短いけどね、この辺で終わりたいと思います。意外と最後の SCP 短かったね。とりあえずなんか、いろいろ漁ってみようと思います。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画もしくはライブでお会いしましょう。またね。